死ゆ民は、韓国出身の男性歌手で俳優。SM エンターテインメントに所属する、男性アイドルグループエクソ並びに、エクソ M、エクソ CBX のメンバーで、ポジションは、サブボーカルである。2019年5月7日に陸軍に、入隊。2020年12月6日に除隊。本名は、キム・ミンソク、京気道久里市出身。 血液型は B 型で妹が一人いる。幼少時より剣道とテコンドーを習っていた。ケーキサイバー大学校文化芸術経営学科、カトリック関東大学校一般大学院音楽、学科実用音楽、エクソでの格能力設定は氷結。ゲームのレベルが最大99であることとグループ中誕生日が一番、早くエクソの最年長であることから一番。 大きい数字の99を背番号にした。東方新規のファンクラブ出身で自分にとって東方新規は神。東方新規がいなければエクソにならなかったはずとデビュー後に述べており、エクソのメンバーから成功したカシオペアだと言及されている。芸能人のファンではない一般人まで夢中にさせることからマグルキング番組登場後にリアルタイム検索5ランキングに 浮上することからリアルタイム検索要請と呼ばれるようになった。パオズというニックネームがある。趣味特技は運動、サッカー、剣道、テコンドー。よく聞く音楽はロックバラードとバラード。好きな食べ物は火鍋で、世界中で最も美味しいと思う中華料理の中でも特に四川料理が好物。好きな飲み物はコーヒーで特にアメリカーノを好む。好きな映画は X メン。Men 綺麗好き。仲の良い芸能人は、インフィニットをドンウやビックスエン。韓国プロ野球 LG ツインズのファンであることで、有名2008年開催のスメブリジングコンテストが、きっかけで SM エンターテインメントに入る。2012年1月25日公開の予告映像を通じてメンバー中7番目に初披露、された。2012年4月8日、XOM のメンバーとして、 正式デビュー。2014年3月26日の誕生日の午前0時、シウミンがリアルタイム検索アードの1位に浮上した。2015年10月26日ドラマ、恋はチャレンジ。ドジョンに惚れるショーケースに出演。11月19日トークコンサート、プレイザチャレンジに出演。2016年6月22日映画、キムソンダルショーケースに参加。十月、 チェン、ベクヒョンとエクソ CBX を結成、エクソの初ユニットとして韓国でデビューした。2017年3月26日就民のファンコミュニティマンドネットが低所得家庭児童への寄付活動として公演金1000万ウォンをホールと児童福祉会に送った。4月6日、タイヤバンククボリーグ支給式で投球。5月、所属ユニットエクソ CBX が 日本でデビュー、ありがとうございます。